シス誰も知らないレイヴン、イカレタコスケでござる。バージョン 1.04.1 でまた武器とフレームが調整強化されたでござるね。どこまで行くのかで、まあ、ちょっと巷の噂によると、もしかするとこのバージョンでまた来週とか再来週とか、もう何4日くらい経っちゃったバージョンがもう一個ぐらいは変わって、ある程度の武器とかフレーム以外の調整面が来るかもねみたいな話はちらほら出てるんで、今回のバージョンが果たしてどれぐらい長く続くかわからんでござるが、まあ強化された中にはね、目立って強くなったものもあるんで、そいつを紹介していこう。超低負荷で超高火力を実現してしまった MAT-222 巨雷、坊主の開発したナパーム弾ランチャー。火炎放射器の方はかなり有名だけども、ナパーム弾ランチャーの方は若干ニッチだったかなといったところでも、現状まで AC-6 を初期から続けてた人にとってはこいつのなんとなくの強みってのは分かってるかなって思うんだけども、まあランチャーが強化されたことによりこいつが普通に強武器として使えるレベルまで押し上げられてしまったと。まあ挙動自体がかなり特殊なんで、まあ汎用性が高いというわけではないんだけども、まあ性能を見てみようか。とりあえず特筆すべき点はエネルギー負荷60、まあこの AC6 において60はほぼゼロと言っても過言ではない。重量2890でござるが、このエネルギー負荷っていうのはオーバーしてしまうと出撃できないので、逆に重量は大丈夫だけどエネルギーがカツカツってことの方が多くなっていた昨今、このエネルギー負荷で超高火力が出せるようになってしまったんだね。というのも、まず攻撃力が軒並み上がっている。で、この攻撃力っていうのも、これ直撃時の攻撃力なんだけども、383×3、衝撃 149×3 の残留も、まあ、3発当たれば240というものになってるってことで、この、実は一撃のダメージ時代だったら、ショットガンを上回る、この直撃の後に爆発範囲20に対して、状態異常を付与する火炎による蓄積ダメージ。蓄積ダメージじゃないね。スリップダメージを与えるんだけど、このスリップダメージも大きいっていうね。めちゃくちゃ高火力の兵装になっちまったんで、それを見せていこう。さて、硬いと噂の練習場の MT 君にまずはソングバーズを打ってみよう。両肩でこんなもん、直撃状態で当てないと、いくらグレネードキャノンといえど、これぐらいの火力になってしまうでござるね。それに対して、この巨雷を直撃ぶっ破してしまうとこんな感じ。まずスタッグ削りが凄まじい。で、状態異常も与えるんだけど、さらにスリップダメージでゴリゴリと削れていくっていうね。周りを火の海にしつつ硬い MT を一瞬で溶かす、そんなウェポンになっちまったんでござるね。弾数も増えているんで非常にミッション等々では強力な武器になってるでござる。ただランチャー系の宿命として弾速が遅いことで、まあ弾道がねかなり独特な放物線を描くこと、とうとうね、使いにくさにおいてはいろいろあるんでござるけども、まあこいつの本命っていうのはね、地面を燃やすことによる追加ダメージなんでね。状況はいろいろ限定的にはなるけども、有利なシーンっていうのも逆に多いでござるよ。そうでござる。地上といえばタンクでござるね。対人戦ってなると、まあなかなかね、NPC 戦のようにはいかなくなるんだけども、とにかく地上にいる敵に対しては、非常に強力と言わざるを得ない。まあ若干ね、地上に撃つにおいても、このチャージと使い分けることによって、うまく使っていく必要があるんだけども、で、さらに敵のことをその場で、格闘等々で、釘付けにできると、さらにダメージが増えていくというもんでござるね。まあ、直撃ダメージも相当強いんだけど、この燃やす時のダメージだけでも相当なダメージになるでござる。で、さらに障害物等々が後ろにあると、その障害物にもぶつかってこういった炎上を起こすんで、相手が壁なんかに引っかかった日にはそのままガリガリとダメージを受けていくことになるでござるよ。早いね
早いでござるな。ただし、いて、ボス戦において、この炎のダメージとね、スケールが変わるわけではないので、そういった点ではね、ちょっとまあ、ボス戦の削りは難しいかなと。そもそも空中にいると、この火炎が当たらなかったりするんで、直撃が狙えれば、直撃ダメージのね、DPS も普通に高いので、まあ悪くないかなといったところでござるが、まあ、ボスはね、衝撃値等々とうまく噛み合わせながら戦っていくものなんで、まあ、若干ボスではめちゃくちゃ強いかっていうとそんなこともないかなといったところ。ただそれでもまあ攻略をしつつボスでも邪魔にならない程度の性能になってきたかなといったところでござるな。足が止まる時間が長いんでね、うまくその時間に状態異常を狙いつつ傾き等々で直撃ダメージをしっかりと狙っていくみたいな戦略になるでござろうか。ただはね、まあ早いからボスボス早いんでね。ただしまあハマると強えな。足が止まるボスに対してはもうとんでもないね、強いね。万能っていうわけではないけども、まあ普通に強い、ちょっと面白い武器として使えるでござるね。さて、ジャミングランチャーの方も軽く説明しておこう。ジャミングの効果自体は非常にわかりやすくて、まあ、こんな感じでござるな。相手のロックオンを阻害する。で、エリアに入ると自分もレーダーが効かなくなるし、こっちも相手のことをロックオンできなくなるんだけども、まあ、ミサイル相手なんかだったりすると非常に有効で強力なものだったんだね。で、即撃ちが相手の方に飛んでいって爆発するんだけども、これ結局何か障害物にぶつかるか一定の距離飛ばないと、着でござるか、この煙幕がね、起きないんでござるよ。そうすると時間差が生じてしまう。その間に攻撃されてしまうと意味がない。なので、個人的にはね、足元に撃ったり、で、さらに溜めて撃つことによって自分のすぐそばにこの煙を出すことができるっていう仕様だったんだけど、自分のすぐそばに煙を出すチャージが結構遅かったんだね。これはもう過去にジャミング使ってた人じゃないと分かりにくいと思うけど、逆にジャミングを使ってる人にとってはすごいアップデートだったと思うけどね。これがすぐに自分のところに出せるようになったんで、相手が攻撃してくる前に展開することが楽になったというものでござるな。あとやっぱ自分の近くにあった方が、まあ、何かと使いやすい。やっぱ自分も相手も動いてるからね。相手の方に飛ばしてしまうと、相手がそこから抜けてしまった場合は自分がそこに行く以外にこの煙を使うことができなかったんで、まあ自分の近くに撃つ時の方が、まあ、使いやすかったんだね。そのためのチャージが速くなったんで、わざわざ足元等々に撃たなくてもよくなったし、空中でも使いやすくなったよってことでござるね。そしてサンダーピスト、これもサクッといくでござるよ。ラッドの開発したスタンダンランチャーで、もともと結構弱かったのが一応全体的に強化されたんでござる。ただ相変わらずそのまんまスタンダンを相手に撃ちまくるというのであれば、スタンハンドガン、これね、スタンガン、こっちの方が圧倒的に強力なんで、まあこいつの使い道っていうのはなかなか難しいでござるよ。弱い、うん、まあまあ弱いか。弱いっちゃ弱いか。ただこいつはね、AC の中では一番魔法っぽい、ナパーム弾と同じぐらい魔法っぽい効果範囲を持ってるんでござるね。こういう感じ。こんな感じでござるな。雷が相手を一気に襲うと。で、これも、チャージ速くなったんかな？チャージした時の挙動が独特で、雷の波が相手を襲う。っていう範囲攻撃なんでござるよ。で、まあ、対 AC 戦においては非常に避けにくい雷が一瞬で相手を襲うっていうね、他ではなかなか類を見ない挙動をしている武器なんでござるね。なかなか面白いよねこれね。で、かつヒットしてしまえばダメージ量弱いっつっても全くノーダメージというわけではなくて、131×3 と、それなりの火力を持っており、で、衝撃力自体も 107×3 なんで、決してめちゃくちゃ低いというわけではなく、さらに、スタンの蓄積が溜まっていくんで、これがね、だいぶ時間かかるんだけど、スタンダンランチャーだけだと。
一定数スタンの蓄積がたまると一定量の大ダメージと、それから相手への足止めが可能になるというものでござるな。雑魚処理においてはね、ちなみにめっちゃ強いめっちゃ強いし楽しい。まとまってる敵を一瞬で落とすときは本当に使いやすい。距離もねそんな長くないんだけど、150、60ぐらいしか届かないんだけどね、範囲がねかなり高いでござるな、広いでござるな。超大幅強化により第一線級火力ミッションにおいては瞬間火力衝撃力ともに超絶強力になったベルガー 66E シュナイダーの開発したレーザーショットガン、拙者の動画でも一度紹介しているでござるが、こいつの強みっていうか、まあ、こいつのライバルとして、この VP66LS というものがあったんでござるね。で、何が違うかっていうと、一番大きな違いの点としては、集団率でござるな。VP66LS は、ある程度離れたところからでもダメージ量を見込めて、で、こっちのベルガーっていうのは、まあ、かなり近距離じゃないと、同じような火力を出すことが難しかったんで、まあ、ちょっとね、こっちの VP66LS の方が使いやすいよね、というのもあったんでござるよ。で、あともう一個がチャージ攻撃。VP66LS はチャージすると、まあ、あれでござるな。プラズマガンみたいな爆発するレーザー砲を瞬時に発射することができて、そちらも超絶高火力だったんでござるよ。それに対してこっちはね、抜き手のような超短距離、超瞬間的にダメージを与えて、衝撃力も高いっていうね。なかなか面白い技だったんだけども、まあ、さすがに、こっちは、まあ、偏っていたかなっていう性能だったんだけど、その偏りが強化されたことにより、十分に VP66LS と肩を並べられる近距離用レーザーショットガンに生まれ変わったんでござるね。何が強化されたかっていうと、まずチャージ攻撃力が400近く上がってるでござるね。で、もともと早かったんだけど、なぜかめっちゃ速くなったチャージ時間も 0.4 秒になってるでござる。そして、冷却性能が244から291と、もう冷却性能これそのまんまなんで、244から291って50ぐらい上がってる状態って考えたらどんぐらい ?20% ぐらい冷却速度が速くなったんで、チャージ攻撃だけじゃなくて、単純に連射した時の、オーバーヒートさせた時の、もしくはオーバーヒートさせなくても継続射撃能力っていうのが上がったんでござるね。密着する必要はあったんだけども、ミッションにおいてはボスに密着して攻撃するっていうのは割とセオリーだったりするんで、単純にね連射力というか、まあ継戦能力が上がるとその分だけ火力が上がるんでござるな。まあぶっちゃけその火力というのは凄まじいものがあったんでござるが、全般的に強化されたことによって、見てこの衝撃値、衝撃残留が低めなんであれでござるが、いてててて、まあ傾きは持ってくりゃよかったかな。まあこの勢いで相手の衝撃値が溜まっていくっていうのが、ああ本当は誤射する誤射するでござるな。これでも早いね、やっぱり治るのね。オーバーヒートからの立ち直りが早いでござるよ。もうこれさっさとこれでオーバーヒートさせた方が早いのでは。いやさすがに間に合わんか、まあ、傾きありきだなこれな。火力高っ。火力高いな。直撃大勢も145あるのはでかいな。ただまあこれだけだとちょっとちょっと限度はあるでござるが、まあぶっちゃけ攻略武器においては特にね対ボス戦においては最高クラスの火力といってもおかしくないでござるな。もうちょいだけ衝撃残留を手伝ってくれる武器が欲しいかなといった感じでござるね。火力が高い。
この最速チャージショットもオーバーヒートとかをうまく見ながら使うことによってかなり瞬間的に大ダメージを与えて、残りのエネルギーがわずかであっても、まあ、関係なくね威力1800を叩き込むんで普通に強いでござるな。さて唐沢が唐沢になってきたでござるな。44142KRSV 唐沢で拙者は呼んでるでござるよ。何が強化されたかっていうと、実は通常射撃の弾数のみ増加っていうと難しいな。でもまあそういうことでござる。チャージした時の発射回数っていうのは同じなんだけども、通常射撃をした時の発射回数は2倍に増えたというもんでござるな。もともとチャージ攻撃が非常に強力で、特に初段チャージはレーザーなんでね、ジェネレーターの効果も乗って火力も高く、でチャージ自体が爆速なんで、このチャージがね非常に好まれていたんでござるよ。まあ、こんな感じで即撃てたんだね。でそのチャージを撃つためには通常射撃をある程度節約しなきゃいけなかったんだけども、通常射撃の弾薬数が倍になったことによって、まあチャージショットを撃つ人もチャージショットを撃たない、まああまり撃たない二脚なんかでも使いやすくなったというもんでござるね。通常射撃はプラズマ弾なので距離に関係なく相手にダメージを与えることができて、連射力はハンドガン並み、そして弾速もバリ速っていうね、かなり使いやすい武器だったんだけど、とにかくそのチャージショットをするための弾数、それと通常撃ちであってもこの速さで連射するんで、かなり早い段階で切れてたんでござるよ。でこいつ一番のネックっていうのがその重量で、片手11120でござる。二丁持ちしようとすると、この VE46A っていう腕以外だと、腕部積載オーバーになるっていう代物だったんだね。なんで、ね、重量的にも傾きなんかも積みにくくなるんで、まあ非常に弾薬の問題がのしかかってたんだけども、通常射撃数2倍ということで、その辺をだいぶ緩和してきてくれたんでござるね。かなといったところ、ボス戦ではね、傾きによるサポートが非常に重要になってくるところはあるでござるね。ただしそういったもろもろバリア等々を剥がすことができれば、通常射撃による DPS はめっちゃ高いので、削り用の強力なライフルとしてはかなり使いやすくなったでござるな。バルテウスなんかだと分かりやすいけどね、周りのシールドを傾きで剥がしてしまえば、あとは弾速も速く連射力も高くて、でかつ DPS の高い攻撃で一気に体力を削っていくっていうプレイが可能になるでござるね。まあ唐沢になってきたな、この速さでござるよ。傾きのタレットのレーザーもあったけど。そして大幅に強化されたものといえば、外せないのがこのムーンライト。もともとはこの ML レッドシフトと、まあどっこいかなぐらいの性能だったんだけど、使ってみた感想としては今ムーンライトが一歩抜きんでちゃったかなといったところでござるね。まあ汎用性の高い通常射撃って言っていいのかな、通常攻撃に関してはレッドシフトの方が火力が高かったんだけども、回転率が上がってしまったんで、でその回転率の上がり方がね結構尋常じゃないので、レッドシフトも多分調整入るんじゃないかな。さすがにここまで差が出てしまうとムーンライトの方が強いってなるよなっていうレベルでござるね。まあ、さておくとして何が強化されたか。まず、チャージ攻撃力が 1.15 倍されたでござるね。そして、大きいのが、冷却性能が265。レッドシフトは209。ということで、50ほど、このムーンライトの冷却性能が上がってしまった。50って言ったら 25% ぐらい。で、なんか書いてあったのだと、冷却が始まるまでの速さも上がってるってことなんで、実質多分ね、冷却性能 1.3 倍ぐらいは上がってるってことなんじゃないかなと思うでござるよ。
なんで、まあ、ムーンライト強くなったね。どれぐらい強くなったかっていうと、だいたいね、ブッダと同じぐらいのリロード速度になったんだね。あ、違うわ。こっちね。あ、せっかくだから見せよう見せよう。これ、リロード速度なんだけど、レッドシフトで、ムーンライト、2発撃つと、こんな感じ。同時に、冷却が終わってしまうっていうね。もう明らかにムーンライトの連射力っていうのが上がってしまったんでござるよ。で、ここまで来ると、もうこのムーンライトって範囲攻撃と単体への効果力攻撃っていうのを両方持ってるんで、一本完結型になってしまったわけでござるな。ムーンライトの汎用性が高まって、もちろんこれ一本でミッションをクリアするっていうのは全然縛りなんだけど、ただ、もともと、飛び道具、範囲攻撃、それなりの威力に、弾薬無限の飛び道具っていう特性を持っているんで、まあ、とりあえず困ったら、持っとけばいいんじゃないレベルの武器になったでござるね。もちろんね、近接でバリバリ、雑魚も枯れますっていう人にとっては、そこまでね、超重要な武器ってことにならないんだけど、なんて言ったらいいのかな。まあ、かゆいところに手が届く武器でござるね。雑魚の一掃で右手武器や肩武器のお供等々では、弾薬無限、中火力、何この命中精度みたいな感じで使っていくと、やっぱ汎用性高いよね。このペースで撃てるからね、うん、それなりに長いけど、それなりに長いけど、じゃあめちゃくちゃ長いかっていうと、別にそんなこともないっていうレベルでござるな。なんだったら今これ1本しか持ってきてないけど、パンチと組み合わせていけばすぐに2発目が撃てるから、ハイ攻撃、ハイパンチみたいなね、まあ、これだけで回っちゃうレベルにはなったんじゃないかな。まあ手に入るのが遅いんでね、あれでござるが、とりあえず弾薬数とか分かんなかったら持ってっていいんじゃない？さて、回転速度が爆上がりした VVC770LB、 もともとはブッダとほぼほぼ変わらない、わずかに VVC の方が速いというものだったんだけども、まあ本当にわずかだったものが、冷却性能が 1.1 倍ちょいかな上がったことにより、もう体感的にはべらっぼうに速くなったでござるよ。で、重量とエネルギー負荷も、情報修正をもらってるんで、特にエネルギー負荷に関しては、これまで装備できなかった組み合わせでも装備できるようになってしまうんで、結構大きいでござるな。100ちょいぐらいだったと思うんだけども。で、さらについでに紹介してしまうと、SB033M モーリー拡散バズーカでござる。これ、弾数が5発増えたっていうのももちろんあるんだけど、重量が2000ほど軽くなったんでござるよ。なんで、この装備に NGI000 を積んで持ってけるようになっちゃったと。で、さらに右手にはマシンガンも積めるぐらい余裕ができてしまったというものでござるな。軽量機が、まあ、結果的に強化されたと。で、この拡散バズーカのいいところって、アリーナのね、ナンバーワンが使っているのを知っているの通り、瞬間的に足は止まっちゃうんだけど、その一発を当ててしまえば、火力はこと足りるんで、二脚でも使いやすいところなんだよね。で、さらに、このレーザーブレードに関しては、もともと、この範囲攻撃は強力だったんだよね。手前のためは必要だけども、ためが終わってからの、範囲と、それから振りの速さっていうのは非常に強力で、巻き込みも強かったんでござるよ。で、格闘攻撃なんで相手の動きが止まるっていうのも一つね、対 AC 戦においては非常にメリットの強いものだったんでござるが、これが回転率が上がっただけでね、全然違う。この範囲攻撃が短い間隔でバンバン飛んでくるだけで、プレッシャーの与え方がね、変わってくるんでござるね。
これはミッションにおいても対人戦においてもそうだと思うでござるな。で当然通常攻撃の方もね、ためない方もね、早くなっているんで、もう格段に使い勝手が変わってきたでござるよ。これきっと多分ね、レーザースライサーみたいにモーション自体がめちゃくちゃ長い武器だとここまで実感できないかもしれない。さて、重量とエネルギー負荷が下げられただけなんだけども、アセンにおいては割とそれだけで組み合わせが変わってしまうというものでござるな。 VVC703PM と 706PM でござる。 706PM はね、まあ、もともと結構重かったのと、プラズマミサイルって、この発射数でダメージそんなに変わらないってことから、703PM とね、70VPM がよく使われていたんだけど、706PM も、重量が、だいぶ、この 70VPM、まあ、縦打ちのプラズマミサイルに近づいたことによって、使いやすくなったかな、といったところ、703PM はもともと強かったんで、そんなに軽くして大丈夫なのかって感じでござるが、まあ助かったのは軽量機体でござるな。で、何が助かるかっていうと、ジェネレーターの選択幅が増えるというもんでござるね。ダーホンみたいにエネルギー出力はちょっと低めだけども、全体的に性能が高いものとかね、まあ他にもいろいろあるけどもね。まあそういったものに積みやすくなることによって、新しいアセンが可能になるというもんでござるな。まあこれはね、今回たまたまプラズマミサイル2丁でこの装備をしてるけども、あとちょっとでこのアセンが完成するのにっていう時に、このわずかな負荷の低減によりその夢の機体が完成してしまうというものでござるね。さっきも言ったけどもね、エネルギー負荷に関しては出撃ができないんでね、重量制限オーバーとかではなくて、もう出撃ができないんで、エネルギーオーバーはね、新しいアセンが組めるようになったということでござるな。なんでギリギリでいろいろ調整してた人はね、ぜひともチェックしていただきたい。もともと同じ装備であっても重量とエネルギーの負荷が下がっているんで、単純に機体速度と、まあそんな大きくは変わんないけどね、機体速度とエネルギー回復量が、回復速度が上がっているんで、もともと採用してた人にとっては単純にスペックアップにつながるでござるよ。いやー、なんかまだ来そうな気がするな、この武器調整な。というわけで今回はざっとね、武器の方をご紹介させていただいた。それでは、TU。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らないまま。